あのリスあのリスナーの皆さんにも、はい、あの FM 鹿島のあのことを聞いていただいて鹿島のことを知っていただけたらあの素敵だと思うので皆さん聞いてくださいね。はい、お話は観光ウィークエンドのみっちゃんさんでした。よろしければね、皆さんこのみっちゃんさんもどんな、ね、方なのかって気になる方はぜひぜひ見てください。観光ガイドウィークエンド、こちらの、ね、サイトチェックしてみてください。以上、観光ガイドウィークエンドのみっちゃんさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。